こんにちは、カープです。このチャンネルではいつもカープ純正のガチオーダー作ってるんですけど、今日はちょっと変わったオーダーをご紹介したいと思います。どんなオーダーか、TSOB ワールドスター限定オーダーです。はい、3年間プロスPSをプレイして、ついに実現しました。通常選手なしの純正オーダーですね。もちろん S ランク限定、A ランク、B ランクは入ってません。はい、早速オーダーお見せするんですけど、野手がこんな感じです。全体サクッと見てほしいんですけど、どうですかこれ、豪華すぎてやばくないですか。ベンチに新井さんに島さんに栗原さんにエルタソですからね。まさに夢。投手の方はこんな感じ。やっぱり投手の方が難しいですね。この7月かな、大竹さんが取れたことでやっと投手が11名揃ってこのオーダー完成したんですよね。ちょっと気になるのは津田さんが極みじゃないんですよね。どうせだったら全員極みで揃えたかったんですけど、それはこの冬のお楽しみということで。はい、じゃあ全体見てもらったところで、僕がこのオーダーの選手に思っていることとか選手の実績とかお話ししたいと思います。普段は選手個人に言及することってないんですけど、まあ今回はそんなのもいいのかなと思ってます。そうだ、数字先に見ておきましょう。はい、オーダー全体はこんな感じ。スピリッツはしょうがないですね。コンボ意外と出てますね。平均レベルと特殊能力が気になりますね。はい、これはこの冬に完成させましょう。能力チャートめちゃくちゃ露骨な感じで、9位がやたら高いのがカープ純正だなって感じ。ミートパーの数字も高いですね。まあ、カープ純正はやっぱりヤシロクかなと思ってます。はい、この TSOB 選手たち僕的に組んでみたんですけど、軸になるのはやっぱり浩二さんかなと。この人がいないのは考えられないですよね。ミスターカヘル背番号8、カープの永久欠番、カープ初のホームランを獲得、ホームランを4回、打点を3回、首位打者1回、500ホームランに加えて通算200盗塁も達成。走攻守全てが揃った広島史上最高の選手と言ってもいいでしょう。はい、まずは浩二さんが軸ということで間違いないでしょう。次に選んだのは野村健次郎さんですね。はい、アマ時代から超エリート、日本代表のトップバッターとしてオリンピックでは銀メダル獲得、ドラフト1位でカープに入団してからは90年、91年と2年連続盗塁王、95年には史上6人目のトリプルスリー達成、97年オフにはメジャーリーグからのガチオファーが届くも日本球界に残留、2005年に通算33人目の2000本安打を達成して広島のレジェンドとなりました。僕、野村健さんの引退セレモニー見に行きました。初めての市民球場、背番号7のプラカードで赤く染まった球場。野球はいいもんだぞ、野球は楽しいぞ。野村健さんの最後の言葉しっかり覚えてます。というわけでショートは野村健さんで確定。次に決めたのは前田さんです。はい、この選手僕がカープファンになるきっかけになった選手です。ある日テレビで巨人対広島戦を見ていて、代打で前田選手が登場しました。その時の球場の雰囲気ですね、あれを表す語彙力が僕にはないんですけど、あ、この選手特別なんだなってことはすぐに分かりました。それから前田選手を調べて、そこからカープに入っていって、今やこんなチャンネルを運営するようになりました。あの時僕の運命が動いたんですね。というわけで個人的な思い出ばっかりになっちゃったんですけど、エピソードはたくさん知られてる選手なんでいいでしょう。ライト確定です。そして次、尾形さん。はい、レフトは金本さんと迷ったんですけど、プロスピ的な能力で置いてます。尾形さんは前田さんを調べていたら必然的に知るわけで、僕が知った頃は怪我で走力が落ちてしまった頃でした。3年連続盗塁王の尾形さんは僕は知りませんが、そこからがただもんじゃなくて、足と引き換えに打撃が覚醒、98年は首位打者を争い、99年には3割30本達成。うわ、この人やべえ人だと思いながら見てました。というわけで尾形さんがレフトです。そして金本さんは DH に置きました。はい、金本さんは僕がカープのファンになった頃、前田さん、尾形さんと共に外野陣を結成していたんですけど、待遇面でどうしても不遇の印象があったんですよね。カープ時代は総合力の選手だったと思うんで、ミートだったら前田さん、長打力なら江藤さん、走る方なら尾形さん、野村さん、守る方なら尾形さん、他に突出した選手がいたことが金本さんの印象を弱くしていたような気がします。2000年にトリプルスリー達成してからはやっと正当な評価を受けた印象がありますね。はい、金本さん DH です。ファースト衣笠さん置きました。はい、本来サードに置きたかったんですけど、江藤さんがサードしか守れないということで今回はファースト。現役時代は知りませんが、この人を外すわけにはいかないでしょう。2215試合連続出場の日本記録保持者、鉄人の通称、あまりに有名ですね。通算500ホームラン達成、背番号3はカープの永久欠番、盗塁王、さらに MVP にも輝いてます。そして国民栄誉賞と超絶的な実績ながら監督コーチをやることがなかったのは本人の意思なんでしょうか。続きましてサード、江藤さん。はい、88年ドラフト5位の入団、入団時はキャッチャー、東の江藤、西の谷繁って呼ばれていたんですね。僕がカープのファンになってからすぐにカープを出てっちゃったんですよね。その頃は右目にボールを当てた影響で全盛期のバッティングは影を潜めていました。そこがね、残念ですね。ぜひ全盛期を見たかった。ドラフト5位からの叩き上げでホームランを打点をなんてかっこいいんだと思っていたら出ていってしまいました。さあスタメンあと2人、セカンド東出さんです。東出さんについては TSOB カープで唯一のセカンドになるんで必然的に選ぶことになるんですけど、僕がカープのファンになってから間もなくドラフト1位で入ってきた選手で、その成長の軌跡はすごく覚えてます。1年目から活躍してアキレス腱は大丈夫かなとヒヤヒヤしていました。二岡選手の獲得を急遽路線変更して同じショートでドライチっていうことで、今になって思うとものすごいプレッシャーと戦っていたんじゃないかなと思いますね。あと今岡さんにそっくりだなと思っていました。そして先発メンバーの最後、石原さんです。はい、今年引退の石原さん、今回の動画大取りでご紹介させていただきます。2001年にドラフト4位で入団、高校時代は60ホームランのスラッガーでした。ちょっと意外。とにかく石原さん、人の想像力の上を行くプレーの数々。まずサヨナラの場面にめちゃめちゃ強いですね。通算8度のサヨナラ打のうち4度がホームラン、6年連続サヨナラ打を記録。さらにサヨナラデッドボールも記録、飛ぶキャッチャー伝説、サヨナラ打撃妨害、しかも自身の誕生日、井端さんバット立て事件、死んだふり侵入事件、一握りの砂事件、どれもこれも僕たちの想像力の限界を超えたプレーと言えるでしょう。はい、これが今回組んだ TSOB ワールドスターオーダースタメン野手でした。はい、ちょっと熱く語りすぎました。スタメンだけで時間が来ちゃったんで、控え野手投手については改めて動画撮りたいと思います。この動画は前編ということで、また後編も撮りたいと思います。はい、どうでしょうか。カープの歴史に思いを馳せる TSOB ワールドスターオーダー、純正チームを作っている方はぜひ完成を目指してみるのもいいのではないでしょうか。さあそろそろ 2020OB 第1弾登場が近づいてきてますね。新井さん、金本さんの登場が確定していますが、以前に OB 第1弾の選手予想、セ・リーグ編パ・リーグ編両方出してまして、新井さん金本さんの確定に合わせてもう一回予想し直してもいいかなと思っています。それでもこの動画、予想の内容とか考え方、候補選手の情報なんかについては参考にしていただける内容になっていると思いますんで、登場が待ちきれない方はぜひこの動画でそわそわする気持ちを沈めてもらえたらと思います。最後にミルダムの公認配信者になって今日で3日目ですけども、アカウントフォロー700名オーバーありがとうございます。嬉しいです。これからもミルダム配信力入れてやっていきますんで、概要欄からのフォローぜひお願いします。もちろん YouTube ライブもこれまで通りやっていきます。そこは安心してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。